ざっす、ざっす。はい、何な、何ってなんすか。いきなり来てって何。いや、わかんないです。今何中ですか。今稽古中、しかもルヒマの稽古中。あ、そうなんですか。うん、いつから本番ですか。月末から。へ、じゃあもうぼちぼち。うん、いや、この曲稽古いや、僕も吹くよ。なんて。いや、僕もです。僕もですよ。言ったでしょ。今日大丈夫。それ何がさ、あれだ、ヒゲボボやない。いや、まあまあ違うんですよ、違う。あの、なんかあれがあって、そのなんつうんですか、次やる舞台の、うん、あの今何やってるの。今やってるのラブコメってなるけど、あ、はい、舞台やってて、で、夏やる舞台のなんかイメージ写真撮りみたいなあって、で、ヒゲ生えてるんですよ。あ、そうだよ。はい、だからちょっと少し生えさせられたらみたいな。つけじゃないんだ。いや、わかんないですよね。だからつけの方がいいですけど、つけだと本番喋りづらいじゃないですか。わかんない。俺あんまつけないから。なんでわかるでしょ。あんまつけないから。ああ、なんかつけだと、なんかこう、意外、なんかこう、顎だと。はい、あざっす。過去に、何に出てましたっけ、2人。僕らはゴピース、アワレンジャー。でも、一緒のユニットって実はそんなないんですよ。はい、僕、あと、ノブと嫁。はい。そこ出る。ダッタンジはいですね。あと、まあ、ライオン Z は出させていただいて、はいはいはい、リュウ君今日の始まりとか、はい、あとバルト5、ローラースケートの、はい、あのコウちゃんとか出てるんですね。そうそうそう。で、今回の年末は、サラダン青少年団。はい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 。結構でもやっぱ愛着というか、あの一瞬のステージのために結構な努力を各々がやってくるんで、うん、はいはいはい、もったいないっていうのは結構みんな常々思ってたと思う、はい。まあ、ほぼ1年っていうか、まあ、1回という言い方もあれですけど終わりますもんね。アワレンジャーもなりやすそうですよね。アワレンジャーはだって結構時代背景というか、あの周りってみんな結構社会の勉強でも習うようなところじゃない、はい、そうそうそう。
哀れみの霊的な、うん、あだからなんかその、うん、そう分かった、なんか社会の勉強とかで、はい、漫画で分かるなんちゃらみたいなの昔は結構あったけど、はい、めっちゃ乗るの早いですあれはあったけど、はい、確かにそういうなんかもうさらにもう一個キャラクターを乗っけてっていうのはあんま見たことないですね、はいはい、あそうですよね、はい、漫画好きのリュウ君も、まあ、でも漫画から学ぶことはいっぱいありますね、はい、うん、なんかこれだったらあこういうストーリーが作れるかもみたいなありますか、ユニットですか、ユニット、いやユニットだって俺も結構見たいなと思うのいっぱいあるんですけど、はい、それこそ5ピースが船の上で何をやってるのかとか、はいはい、それこそ自分 の、ね、あのユニットばっかりになるけど、はい、今日の始まり、今日始はどこを目指してる時に生ハゲに邪魔されてどこに向かって何食べたとかでもいいし、はい、まあ出会いもあるだろうしね、はい、うん、結構ヒューマンドラマとしては描けるんじゃないですかね。面白そうですよね。いや、やったことないから興味はすごいあるんですけど、はいはい、どの範囲できるかが、はいはい、え、あ、まあ、すごい、その辺はちょっとお二人でゆっくりあのお話ししてください。あとはちょっと俺らで話しても追って連絡しますのでよろしくお願いします。ユニットが、はい、あの何かしらの形で続くっていうのは多分、うん、俺はいいと思うのよ。喜んでくれる方も結構いっぱいいると思ってて、はい、俺もそっちのカフェオレが良かったわこっちでいいでしょ。いやいや、ちょっと水でいいよどうします、これもう出ていいのかな。いいんじゃないですか、僕まだもうちょっと時間あるからあれですけど。いや、やる？やるっていうか、やるって言ったらやれんの？いや、まあ、やれって言われたんだからね。まあ、うん、やりますやりますってか、やりたいっす。残るんだったらの残したいよ、何かしらの形には。いや、要は DVD に、過去の DVD にしか残ってないわけじゃん。はい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 。まあ、アワレンジャーだったら7年前、8年前とかさ。だからやっぱり、その今やっててさ、面白いユニットもあるじゃん、はい、そうそう、普通に、はい、5ピースとか普通に今もう去年か一昨年か、はい、のライブでやった時とかめちゃくちゃ面白かったし、はい、みんなずっとやりたいって言ってるし、ただあと知らない人もいるユニット、ただアワレンジャーとかってだいぶ前だから、うん、もしかしたら去年末とか見てくれてるお客さんは知らない可能性もあるじゃないです か、うん、だからそういう人たちにも楽しんでもらいたいし、さらにルフィマの舞台見たことないけどっていう人たちもこう引っ張ってこれたら、みんなに楽しんでもらえたら一番成功じゃないですか、うん、じゃあ、あとお願いします。は何回もけど、はい、じゃあちょっと詳しくまた聞きましょう、後で、うん、後で聞いて、え、俺でもあれよ、稽古まで会うよ。聞いといてくださいよ。うん、稽古場おいでよ。え、稽古場おいでよ。みんな以外みんな喜ぶよ。いや、なんでみんな俺のこと嫌いなのあいつには一番怒ってるはずですはい。